私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンスへの平野仕様、キンプリで2度目の脱退、3度目はあるのか。公式発表では海外進出などをめぐってメンバー同士で方向性の違いが大きくなったことから今回の判断になったとして、より多くのメディアもこれに追随しているが、そんな単純なものではない。創業者の子ジャニー北川氏の寵愛を受けた平野は、ジャニー氏念願の海外進出をグループで果たすことこそ最優先事項と考えていたが、藤島ジュリー景子社長がお気に入りの永瀬は、ジュリー社長の意向に従って俳優業など国内での活動を優先。いわばグループ内でジャニー派とジュリー派が生まれてしまい、永瀬に近い考えの高橋もグループに残ることになった。平野はジャニーズ JR 時代、キンプリのデビューをめぐってジャニー氏に直談判したエピソードも知られるが、脱退を決める前には活動の方向性についてジュリー社長にも直談判しようとしたものの、ジュリー社長にスルーされ続けたとも言われている。そのため平野は周辺関係者に、社長は許せないと主張しているそうだが、メンバー間の方向性の違いは結果論で平野と事務所の間に決して埋めることができない溝が生じてしまったことがそもそもの問題だったようだ。滝沢秀明氏の突然の退任発表に続いたこのキング&プリンスへの分裂劇は世間に衝撃を与え、ティアラと呼ばれるファンの間には悲しみが広がったが、最新シングル、月読み、彩りが11月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得。発売初日、店着日の売り上げは 60.8 万枚で、自己最高初週売り上げとなるデビューシングル、シンデレラガールの 57.7 万枚を上回った。5人での新作はもう出ないのではとの不安の声が広がった結果、デビューシングルのシンデレラガールについてもミリオン到達を目指そうとティアラが改めて購入をする動きもあり、スマップ解散報道が出た時に世界に一つだけの花の売り上げが急増したのも似たような展開を見せている。キンプリはデビューした2018年から昨年まで4年連続で NHK 紅白歌合戦に出場しているが、5人での紅白出場は今年がラストチャンス。しかしスマップへのように出場辞退となるのではとの憶測も出ている。目玉となるだけに紅白側はぜひ出場してほしいだろうが、ジャニーズ事務所がどう判断するのか注目されるところ、どう。ジャニーズ退所後の平野ら3人の脱退メンバーがどういった道に進むのかが気になるところだが、平野については実は芸能活動をスタートさせてからこれが2度目のグループ脱退となる。名古屋生まれの平野はもともと地元の芸能事務所に所属し、2010年13歳の頃にボーイズ&メンが生まれたオーディション企画に参加し、そのままボーイメンの初期メンバーとなって活動。しかし今では人気のあるボーイメンだが、活動当初は舞台もライブも全然集客できず、遅くても2011年の夏頃までには複数の初期メンバーが脱退した。小2からダンスに夢中になった平野も、なかなか売れないボーイメンがバラエティ路線にシフトチェンジしたため、自分がやりたい方向性とは違うと脱退し、事務所も辞めたようだ。そのまま再びダンスの道に戻り、そこでジャニーズの振り付けなどを担当したダンサーのレッスンを受けた際、たまたま来ていたジャニーさんに見初められて、2012年にジャニーズ事務所に入所。関西ジャニーズ JR のメンバーとして着実に頭角を現すようになり、見事スターとなったが、最大の理解者であったジャニーさんを失ったことも退所につながったのでは。ジャニーズで夢をつかみかけたと思いきや、また方向性をめぐって事務所と対立することになるとは、さすがに心が折れただろう。平野については、元 AKB48 の宮脇さららのように、韓国の事務所から再デビューを図るのではとの憶測の声も広がっているが、平野の母も、週刊文春の取材に対し、本人は歌や踊りが好きなので、今後も何かしら表舞台には立つと思う、
と話したとされている。3度目の正直があれば、今度こそ自分の目指す道を最後まで歩めることを祈りたい。11月4日、キング&プリンスへの平野仕様、岸優太、神宮寺優太がグループから脱退し、ジャニーズ事務所も退所することが発表された。発表によると、平野、岸、神宮寺の3人は、デビュー日前日となる2023年5月22日をもってキング&プリンスを脱退。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所し、夏に主演映画の公開を控える岸は、2023年秋に退所する。キング&プリンスを永瀬門と高橋山の2人で活動を継続していく。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。